瑞と帝国が過ぎますと、えー、アジアではやはり商工場というのの発展が非常にこう顕著となり皇帝の権力もそれと結びついて存在するというふうな時代になりそれが中国では草原時代民進時代というふうになってまいります。これをと、えー、とする考え方と もはやこれは金星だという考え方、これがまあ学会で大きく対立している2つの考え方でございます。